はい、ミッキちゃんがお腹ころって出してますよ。可愛いですね。はい、ミケちゃんのね。はい、肉球も見えますね。可愛いですね。はい、えー、こんにちは。沖縄パパです。すいませんね。どうもはい。ね、えー、10名さんです。今日の10名さん。 大変なことがいろいろ起きていますよ、皆さん。はい、トラさんはついに、ね、アジアにもお掃除の手を広げ始めました。はい、37秒ですね。はい、えー、アリゾナでですね、えー、アメリカ歴史上最大の 減税計画が進んでいます。まあ、新聞記事を見に行ってください。37秒です。はい、1分21秒ですね。連邦裁判官が、おはよう州のね、倍さん強制的に税を取るの、そういうことは違法だという判決がおりました。はい、どん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 倍さんの法案は、 されてきていますはい、みけしゃーにょ。ねはい、そして2分50秒ですね。トラさん、アメリカの第1修正案について7月7日発表すると報道がありました。はーい、みケさんね。はい、よかったですね。で、2分58秒ですね。7、7月7日ですけど、7はね、 まあ、聖書を読んでいらっしゃる方とか、クリスチャンは知ってるですけど、知ってることですけど、完全数です。はい。完全な神の数字と言われています。はい。ですから、7月7日は良いことですね。はい。そして3分39秒ですね。見てください。海が燃えています。多分、海底の石油かね、海の中にあるガスパイプが、ね、爆発しました。 爆発したということですね。これはメキシコ湾です。まあね、海ですから、周り全部水ですから、本当はすぐ消えるはずなんですけど、そうはなりませんでした。4分1秒からずっとこの動画をちょっと見てってください。すごいです。海が本当に燃えてます。はい。え火、ー、から、火が出てます。海から。はい。<laughs> とんでもないですね、これね。はい。5分4秒ですね。チーチーピー。 ちぃちぃぃですね聖書の中のね赤いタツですねそう言われてますはいそして5分24秒ですね以前のちーちーピーですねそして5分29秒ですねえー、これ100周年の写真ですはいそしてえー6分10秒ですねこの写真なんですけどなんとなくファシファシストーンにね 雰囲気が似てるということを言っております。そして中心だけ明るいですね。で、6分53秒ですね。なんか魔術の儀式のようですということを言ってます。はい、6分57秒。なんか地獄のようにも見えると言ってますね。そして7分3秒ですね。100周年なのに人々の顔が暗すぎるという、そういう10名さんの意見がありますね。確かに暗いですね。お祝いの雰囲気じゃありませんね、これ。 はい7分11秒100周年なのに着ている服が妙に暗いおめでたくないということですね、えー、これは全部恋にとったものですはいどういうことを暗示しているのでしょうかということですねそして7分26秒たくさんの白い手が CCP のね旗を下ろしているようだということですねそして背景のねえー、あの万里のね えー、頂上ですね。なんかまるで廃墟になってますっていうことです。8分4秒ですね。シューニ肉マンさんとヒットトラーのね、写真の撮り方が告示しているとお話題です。 はい。そして、8分16秒。これも見に行ってくださいね。ちょうどその100周年なのに、北京の空には雷がということで、えー、神様が怒っているんでしょうかということを言ってます。はい。そうですね。神の怒りが、神の裁きがありますよ。ということですね。はい。8分27秒。ある女性記者がね、100周年の様子を まるで生贄を捧げる祭りのようだと投稿して赤番されてしまいました。はい。そしてこれは CCP のシナリオです。もうすぐ5の輪の10になるということですね。はい。もうね、えー、ある人たちはね、あの、怖い怖いってあの、煽ってる人たちいますけど、現実はこうです。 はい。チーチーピーのね、シナリオはこうなっております。はい。はい、9分16秒ですね。ミャンマーからとっても良い知らせがありました。はい、どういうことでしょうか。10分3秒ですね。ミャンマー軍はね、大量の政治犯とデモ参加者を全員解放しました。 素晴らしいですね。やっぱりね、あのー、スースーチーがね、DS なので、それに対抗する軍はね、ホワイトじゃないといけませんからね、やはりね。はい、えー、両方ブラックだとね、ブラック対ブラックでね、おかしなことになってしまいますからね。はい、そしてですね、えー、10分16秒。はい、これ正式なニュースです。でも報道してるとこ少ないですね。 ミヤンマーの軍は長期の政権を取るつもりは全くないと。そしてもう一度きちんと選挙をしますと発表しました。よかったです。はい。そして10分45秒ですね。ロシアの軍の交換とミヤンマーのね、えー、ある方の記念写撮影ですね。これ6月下旬のものです。そして10分56秒。これすごい興味深いニュースです。見てってください。ロシアはこ 安全会議の時にね、ミャンマーの代表が出席しておりました。そして、この会議を終えて、えー、ミャンマーに代表がね、帰国した後、デモ参加者などのね、解放が全員行われたということです。はい。これでね、あの、トラさんがね、一枚絡んでるということがわかりますよね。はい。やっと、アメリカ、ヨーロッパと来て、 アジアにやっと来ております。はい。<laughs> そういうことです。日本はまだでしょうかねっていう感じですね。そして、えー、ね、えー、北のね、金さんたちですね。まあ、これ、あの、チーちチー,ーのことですけどね。えー、肉まんにね、電話しませんでした。おめでとうのね、祝賀の電話はしていません。そしてね、えー、 北野金さんですけど、前にも述べたように、えー、各国から怒られたワクワクを全部拒否し,してます。はい、これで、えー、もう虎さんチーム決定ですね。そして、えー、まあね、四国内部にも変化が生じております。12分です。本の根ですね。本の根ですね。民がね、警察を訴えました。はい、えー。本の根のね、民衆もね、 反撃を開始してます。立ち上がってます。目が覚めています。はい。日本はいつ目覚めるんでしょうかね。はい。はい。そして13分ですね。えー、これ話のみなんですけどね。えー、何を言ってるかというと、四国のね、政府は、まあ、ミャンマーにいるね、四国人に退去命令を全員出しました。 はい。これね、あのー、ほとんど、あの、ミヤンマーのね、えー、国境にいる、あの、C の国の人たちはね、賭博場を開いてたんですね。そこで、お金を儲けてたということです。これは、あ、違法行為です、もちろん。そして、何があったかというと、13分45秒ですね。死国に帰った後、 他の国で違法行為をしたとして、全員、拘置所送りになりましたとさ、ということです。はーい。まあね、こういう、こういうことだったらいいですよね。やっぱりね、あの、他の国に行ってね、ボロ儲けして帰ってくるなんてね、とんでもないですからね。はい。そういうことです。まあ、の国のね、中にもね、こう、ホワイトハットがいるということの、まあ、証明にもなるでしょうね。はい。 今日のおじゅめいさんはこんな感じでした。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。